ウサギのマイスナー神経層、マイスナー神経層は、小腸に配分する神経層の一つである。粘膜下神経層内子マイスネル神経層とも呼ぶ。解剖学者、ゲオルク・マイスナーによって発見された。小腸の神経は、上腸管膜動脈の周囲にある副交換神経の神経層から、述べてんする。ここ、出発点として、 神経は和僧筋と重僧筋の間にある神経繊維や神経節が集まってできた金僧間神経層へと伸び、ここから神経が象徴の金層へと分子している。さらに、ここから副次的な神経層である粘膜下神経層が伸びている。この神経層は和僧筋繊維を貫いて伸びてきた神経の枝で形成される。この神経僧は 小腸の粘膜層の下層に位置する。また、神経節をも含み、ここから神経繊維が粘膜筋板や粘膜層へと伸びる。粘膜下神経層の神経束は筋層管神経層のものよりも細い。この神経層の働きは、消化管上皮に存在する細胞からの分泌を調節することである。マイスネル神経層とは引く言葉んく。 世界大百科事典内のマイスネル神経層の言及。世界大百科事典。2014年6月11日閲覧。この記事には、パブリックドメインであるグレーの解剖学。第20版1177ページ本文が含まれています。ありがとうございます。